い、なおじいです。今日は岡崎市の、岩屋観音から肘ヶ峰にショート登山行ってきます。お、あ、はい、岩屋観音の、入り口です。そしてここのところに、駐車するスペースが、どうですかね、全部で3台ぐらいですかね、貯めれます。はい、では、白山社の鳥居のとこからスタートします。はい、登ってみたら下骨壇、馬骨壇がありますね。懐かしいですね。はい、岩屋観音のところにトイレがあります。では岩屋観音さんの方、お参りしていきます。はい、正面のところ表参道入り口とあります。こちらから行きます。はい、ではこの表参道からまた行きます。岩場ですね。なんか修験道の道っていう感じですかね。はい、大きな石ゴロゴロしてきましたね。ちゃんと階段が作ってあります。よいしょっと出ました。よいしょっと。ゆみちゃんからちょっと待ったが入りました。よいしょっと。ここは宮地さんだった素敵な方、かっこ男性の方から教えていただきました。肘ヶ峰、ね、知らなかったです。とっても楽しみです。うん、面白い登山道ですね。これは楽しいぞ。よいしょっと。いや、これは岩の連続です。
よいしょっと。出ました。今日はゆみちゃんよいしょの連続です。ねえ、あ、岩がなんかトカゲかヘビかなんかの形に見えます。いやー、いい登山道です。よいしょっと。あー、ここも岩の連続です。まだ氷の粒が残ってます。木からもちょっと落ちてきましたよ。はい、西宝寺、経年宝寺っていうんですかね、看板あります。結構古い石塔ですね。ちょっと読めないです。はい、左山頂とあります。そちらを目指していきます。今日も、2度ぐらいしかないんですが、こういう日は足首とかが固まってますからね、登る前は足首ぐるぐるしてから登りたいもんですね。はい、大きな岩が見えてきました。そして空も近くなってきましたね。はい、間もなく山頂になります。霧ヶ峰山頂到着です。標高 286.36m。 やりました。はい、背もたれ付きのベンチがあります。これはくつろいじゃいますね。他に、普通のベンチが2箇所あります。山頂はとっても広いです。この石もなんかバランスがいいですね。ご覧あれ。はい、七里ヶ峰、山頂で、ティータイムです。とっても寒いです。コーヒーが嬉しいです。そして今日も今日とてチョコパイと、そして私の大好物の佐久山チョコジロです。では、いただきます。
はい、行きはこの登山道から来ました。今度は帰りはこちら側から行きます。では名残惜しいのですが、奥の院の方に行きます。はい、気をつけて。はい、説法岩とあります。はい、下りながらこう眺望があるといいですね。はい、座禅岩です。はい、座禅岩を越してまた下っていきます。お、すごいね。ね、はい、奥の院です。すごい岩ですね。はい、奥の院の岩の上に、おられますよ。はい、船岩、こちらも大きい岩ですよ。はい、では奥の院も参りましたので、下山していこうと思います。はい、行きは、右表参道から来ましたが、帰りは、こちらの道裏参道から帰ります。はい、こちらもとってもいい道です。ところどころ、凍ってるところがあります。はい、石も、やっぱ寒いですね。はい、途中にもベンチがあります。疲れたら休憩できます。表参道と違って、こちら裏参道はとってもいい道ですね。はい、岩屋観音という旗が、ずっと道しるべのようになってます。この岩も何かね、爪のような感じでダイナミックですね。
片道20分ぐらいですかね。もうお昼から買い物に行く時でも、ちょっと午前中眺望のいいとこ行こうかっていう時にはもう最高のとこですね。長く歩きたい方は岡崎中央公園から歩かれてる方、結構おられますね。はい、下に戻ってきました。神社まで歩いていきます。こちらから登ると奥の院まで 700m とあります。はい、緑の車のとこまで歩きますよ。はい、岡崎観光きらり百選にも選ばれてる岩屋観音、ぜひお越しくださいませね。はい、戻ってきました。今日は1時間40分の、ショート登山でした。しかし眺望良くて面白かったです。また来ます。As you fade away, yeah.